数年前に中高生のバイブルキャンプに参加をさせていただいたことがあります。その中で全員に紙で作ったメガネが配られました。そのメガネをかけてびっくりいたしました。明かりのつくところ全部がですね、赤いハートのマークになったんです。家々の明かりを見ますと赤いハートマークが浮かびました。空の星々を見ますと一つの星々が赤いハートに描かれました。これは素晴らしいなというふうに思いました。それともに大切なことを悟らさせていただいたような気がいたしました。世の中は本当に絶望、苦しむこと、悲しむこと、裏切られること、傷つけられること、たくさんのことがあります。しかし心のメガネを主イエスキリストというそのメガネに変えてみたならどうかなというふうに思いました。自分のことを罵り、十字架へかけた人々のために、主よ彼らを打ち返さえ、彼らは自分が何をしているのか知らないのですと取りなしの祈りを捧げてくださったその愛を見るときに、全ての世界が変えられていくんじゃないかなというふうに思いました。まずは自分の心の内にこの神の愛、キリストの愛を受け入れるときに、もうこの世の中は絶望だらけだというふうに思える世の中であっても、素晴らしい真っ赤なハートに散らべられているような、そのような世界ではないかなということを、教えられるのではないでしょうか。今の世の中、本当におかしな世の中になっているのではないでしょうか。人間が物を考えることを忘れた、そういう時代になっているのではないかということであります。何かあるとネットで検索をするとすぐ答えが出てきます。結論が、答えが早く出てくるがゆえに、人間が物を考えることを忘れてしまった、そういう時代になっているのではないかということであります。しかし私にとっての本質的な問題、人生の目的、人生の意義、生まれてきたその意味を考えるということが人間にとって最も本質的な問題であるかと思います。パウロはみんな迷ってしまったと指摘しています。それは2000年前の時代のことだけではなく、今の世の時代、物を考えること、大切なものを追求しようということを忘れがちな今の世の中に対する大切な啓示の言葉としてパウロは語っているはずであります。私たちの心の眼鏡はイエスキリストの愛、そこに立つときに自分の立ち位置がよく見えてくると思います。そして私たちの歩むべきゴール、目的、方向性が見えてくるかと思います。ぜひこの機会により深く聖書の御言葉に目を向けていただきたいと思います。